コナミこんにちは、クウミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロス PS やっていきたいと思います。今日はですね、契約書をかなりまとめて引いていこうかなと思います。おそらく明日4月25日に、タイムスリップが ほぼほぼね、第1弾来るんじゃないかなと思いますので、 TS 前最後の強化ということで契約書をまとめて引いていきます。今日はですね、合計5枚引いていきます。1枚目が S ランク 10% 契約書1枚で、あと S ランク 30% 契約書3枚で、最後にキャラバンの報酬かな、 S ランク契約書、この5枚ですね。はい、この順で引いていこうかなと思います。で、ドリームキャラバン、昨日キャラバンボックス引く動画上げたんですけど、動画終わった後に11周目くらいで2枚目の S ランク 10% が来ました。はい、なので今ですね、キャラバンでの累計が2枚来てる状態です。と、あと、コーダの達人ですね。10% と 30% 1枚ずつに関しては、コーダの達人っていう感じの報酬ですね。はい、ということで、引いていきましょう。とりあえず、10% から引いていこうかな。はい、と思います。まず、10% 契約書。ああ、確率言うの忘れてた。ごめんなさい。先、成績言わせてください。S ランク 10% は33打数4安打。33打数4安打です。はい、1割2分1厘っていう動画での成績になってます。いきましょう。はい、33の4です。まあ、10% 以上引けてるんですけど、最近6連敗7連敗ぐらいしてんのかな。さあどうかな、さあどうかな。お、来た来た、やっと来た。久々 10% からはもう S ランク来たらもう誰でも OK ですね。誰が来るかな。おー最高じゃないですか。強いですよね、確かね、太田選手。能力かなり良かった気がする。いや、いいですね、かっこいいですね。はい、パワー走力同値か。はい、高弾道と守備、あ、守備そっか、 A か。いいですね、めっちゃ守れるあ、めっちゃ守れますね、いいですね。はい、ということで、とりあえず 10% から S10% から S ランクで、しかもなかなか強い選手ということで結構嬉しいです。じゃあ次行きましょう。次 S ランク 30% 契約書ですね。これ3枚まとめて引いていこうと思います。キャラバンボックス、そう、この後ね、なかなか来なくて結構動画でも引きまくったんですけどね。はい、ということで S ランク 30% を3枚ですね。これについても確率は、30% 以上は今までで引けてます。はい、ちゃんと 30% 3枚ですね。はい、S ランク 30% は26打数9安打です。はい、動画では26回引いていて9回 S ランク来てます。打率3割4分6厘です。まあまあかな。前回は来なかったんだったかな。前回は引けなかった気がします、 S ランクは。はい、3枚引いてるんで確率的には十分今回 S ランク引ける確率もね、高いんじゃないかなと思いますんで、よし、行きましょう。3枚まとめ引きです。いやー、お願いしたいところ紙吹雪いいですね、なんか喜んじゃうな。よしよし、1枚は来る。何枚かな、誰かなですかね。どっちかっていうとキャラバンはね、ほんと中身次第なんでね、契約書は一等嬉しいんですけど、ほんと中身次第。お願いします。いきなり来た、誰だ。おいいですね、黒木選手。おお、来た、わーすごいめっちゃ来る。石川選手、なんか日本ハム、今日パリーグの日かもしれないですね、今のとこ。え、ちょっと最後も来る、最後も来る、行きましょうか。最後来る、来ないでもオリックス多いな。はい、オリ日ハムっていう感じでしたね。はい、いや、いいですね。どうかな、オリックス枠ね、今いないんです、確かにね。球種もないんですよね、確か。そうそうそう、いやー、普通にいいんですけどね。はい、黒木選手、石川選手いいですね。抑え、そっか、追加来てましたもんね。抑えで来てくれると、あ、中継ぎ、抑え両方 OK。 はい、よし、 OKOKOK よしだいぶいい感じですね。ちょっと後で能力はまとめてチェックしようかなと思います。 A ランクもね、ちょっと持ってたか微妙だな、いないかも。石川選手はもしかしたらいるかなぐらいだと思います。はい、じゃあ行きましょうか。本日ラストですね、契約書開封。 S ランク契約書ドリームキャラバンの累計報酬ですね。よーしどうかな、今んとこね、めっちゃいいから、このままの勢いで行ってくれればいいんですけど、ちょっとでも引きすぎると TS 怖いですね。 TS でちょっとまずい引きになっちゃうかもしれないけど、いいんです、もう引いちゃいましょう、今のうちにね。今やっぱ調子がいい時に引くべきだと私は思っているので、このままの勢いでお願い、狙いの選手が来てくれるとね、即オーダー入りの選手が来てくれるとありがたい。さあ、誰だ、ベイスターズかな、お願い。違う、マジでパリーグの日今日
本当にパリーグの日ですね。外した A ランクですら宗選手だったんで、マジで A ランクの日だな。そう、急所いいんですよね、増田選手。中継ぎ抑え両方いけますと。いやー、パリーグだらけ。ちょっとどうかな、オーダーね、どうだろうな。結構オーダー入れてる方も多いなっていう選手がこう引けたんじゃないかなとも思うんですけど、じゃあまず日本ハムから見ようか。よし結構日本ハムの引きいいですね。あのね、ベイスターズ引けてない、確かまだゼロだったはず。はい、あ、ゼロですこの差ですよ、この差。まあ、日ハム枠は大谷選手がもう不動の日本ハム枠みたいな感じでいてくれる手はいるんですけど、まあ、マルティネス選手もねいるんですけど、いや普通にいいな。球種かな、やっぱり。まあそんなにね、あの超変幻自在を出せてるわけでもない。確か私普通の変幻自在だけなので、 そこまで気にしなくてもいいんですけどね。はい、まあ後で、あ、間違えた、まあ、後で A ランクどのぐらいいるかっていう。いや強いな、うん、強いな。太田大志選手いいですよね、筋肉がね本当にいい。あ、まだ1枚だけか。そう、ちょっとね、今ディクソン選手を2018シリーズ1で使ってるので、ちょっとそろそろ変えたいなっていう気持ちはあるんですよね。はい、まあ、そんな感じかな。はい、あ、A ランクはね、いや持ってない気がするな。まあ、今シリーズになってからまだ出てないですし、石川さんもしかしたら、いや、いないや、ダメだ、持ってないですね。あ、ダメだ、誰も多分持ってない。大畑選手も確か引けてなかった気がする。誰も何も持ってない。うわー、ちょっとどういやー、引きはね悪くないんですけどね、私の台所事情的にちょっと大田には入らない。マスターさん持ってないよな。いやー難しい。はい、まあでも全然取っておいていいかなとも思うんですけどね。まあまだミキサー来てないから、そういう判断は今しなくていいかなっていうところではあるんですけどね。はい、あ、でもしかしたら気になってる人がいるかもしれないんですけど、右上スタミナですね。はい、あのぶち抜いてるんですけど、ちょっと今悩んでて、今異次元じゃないですか。実はこれまだ浅村選手継承してなくて、継承前のコンボが強い状態のままにしてるんです。この前の節で5立てしたので、ちょっといい感じかなと思ってそのままにしてます。でこの次の試合でこけたら継承しようかなと思って、今この結果待ちですね。結果を待ってます。今こんな感じなんですけど、どうかな。ちょっと今悩みどころです。で継承したらそのスタミナ使って V ロードでちょっと育成と、まあ、ストック経験値あんまほとんどないんですけど、まあ、使おうかなっていう感じですね、浅村選手に。ちょっとな、どうだろう、本当結果待ち状態です。はい、あ、右上って言ったら、まあ、エナジーもですね。はい、エナジーはもう本当に TS のために、そんなにガチャ、ダーぐらいですよね、引いたの。ゲントツコーチのガチャぐらいで、全然引いてなかったこともあって割と溜まってます。まあ、キャラバンそこそこやったんですけど、キャラバンは、バックが多くて、結構なんだろうな、その、累計報酬と、あとキャラバンボックスでエナジーがいっぱい出るので、多分絶好調をキープできてれば、そんなにロスはないんじゃないかなと。まあ、ちょっと累計後はどうなんだろうっていうところでありますけど、まあ、私ちょっと調子落としてるんですけど、結構ね、リターンが多い、イベントだと思うので、結構、コメントでも質問いただいたんですけど、今12週間走るまででプラスになってます、エナジー自体は。うん。マイナスにはエナジー収支聞かれるんですけど、マイナスなってないですね。まあちょっと絶好調どんだけ保てるか、調子いい状態、調子くんの状態をいい状態に保てるかどうかで結構エナジー換算は変わってくるとは思うんですけど、私はその損がない、今のところ損がない範囲でやってるっていうのもあるんですけど、損がないぐらいで やれてます。はい、そのぐらいかな。まあもうあとは明日に備えましょう、本当にね。まあ、ゴールデンウィーク前なんで、もうほぼほぼ確実に、で木曜日でメンテも来るので、まあ聞きますよね。第1弾って多分大型連休前なんで相当豪華なんじゃないかな。多分相当ねエナジー使わせに来ると思うので、かなり期待していいんじゃないかなと思います。なんかプレゼントスカウトの噂もありますけど、どうなんだろうな、ちょっとわかんないです、そこら辺は。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしておきましょうか。あ、ルーキーの契約書引かなきゃな。はい、
ということで、こんな感じでプロスピエースの動画中心に YouTube にアップしているので、よかったらチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。生放送やんなきゃダメですね。そろそろ生放送もやろうかなと思います。よかったら遊びに来てください。ということで、今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまたぜひ見に来てください。今回はこの辺で、バイバーイ。おつくみ。